前回の続きやっていきます。とまずですね、軽く前回のオシリス、これかな、YouTube で聞かれたんですよね。オペリスク自分が撮る、前回撮ったんですけど、撮るときに建物の中に舞台がいたら移転できるんじゃないですかって。多分できると思うんですけど、決まってたんですよね。一応前もって指示書みたいなのが自分のところに来てて、自分は占領したら一回戻って移転してくださいって、飛んでくださいって話だったんで、自分はその通り動いたんですけど、おそらくできたと思います。で、書いてますけど、初回自分が撮った時に5回、だから5人飛べたと思うんですよね。その次に、2回目以降で増えていく。また2回増える。で、誰かがこの中に、自分が抜けた後に代わりに入ってくれたら、一定時間ごとにまた増えていったと思うんですけど、ちょっとね、検証はできてないですね。自分はそっちじゃないで反対側に飛んでしまったんで、わかんなかったんですけど、まあ、結論から言うと、できたと思います。それからね、またイベント始まってます。今ちょっとね、参加してるんですけど、今集結で入ってるこのレベル3、このオディール、これ何かっていうとね、これが今日から始まったイベント、これですね、カルラックの儀式っていうイベントです。で、これはね、まだ自分開始してないんですけど、これで出てくる敵をね、基本ソロでやるみたいなんですよ。ソロでやって、自分が倒せない強いやつが出たら集結するんだけど、今やってくれてるのは結構弱いのやってくれ。なんでかというと、これ報酬がいいんですよ、とにかく。参加した人にもらえる報酬が、見てください、これ。これ5万ですよ。経験値の書5万のやつ。で、さっきもね、2万のやつもらったりとか、とにかく報酬がいいんで、集結してくれたらありがたい。動画見てる方いたらね、どんどん集結してください。集結をね、主催の人にはね、ドロップ品はないみたいなんだけど、どっちにしてもみんながやるじゃないですか、他の方が。だから、まあまあ、そのためにね、お返ししてもらおうと思ってやった方がいいですね。個人でやっても、ソロでやってもなんかね、まあ自分までやってないんだけど、ソロでやってもね、ドロップ出ないらしいんで、集結してくれたらありがたい。ドメイン潤うんで。これですね、さっきの、集結で参加したら、これもらえるんですよね。このカルラックの印。で、これを使うみたいですね。支援もらうときに。やばい、また行動力、ガンガン使う。でもこれ美味しいから、参加しちゃう。行動力のアイテムを使ったとしても、どれだったっけ？これか。これ使ったとしてもね、やった方がいい。もうもらえるものがすごくいい。5万でしょ？これも5万だし、その前は2万だったかな。いや、これね、ほぼね、おそらく、まあ、自分課金してますけど、課金しててもね、なかなか手に入んないし、基本5万とか課金じゃないと手に入りにくいんじゃないかな。これはやった方がいいですね。昨日まではね、ずっとね、ロッハ祭りだったんですけど、自分ね、まだね、結局残ってるけど、もう今更ロッハできない。今これが始まってるから、このカルラックの儀式、みんなこっちするでしょう。ただね、昨日やってくれたおかげで、あと1回ぐらい上げれるんじゃないかな。ね。2分の1の確率、どっちかが、あとレベルの上限は5までで、4か3どっちかが上がりますね。OK! 治療経過。あと2回で、覚醒っていうかな。このスキルを覚えることできますね。カルラックの儀式やりましょう。あー、選んでいくんだ。あ、まずこっからってことね。はいはい。あ、で、解除されてこうなって、上がっていくんだ。挑戦しよう。難易度簡単のカルラックの儀式に挑戦しますか？一度のイベントにつき難易度は1回しか選択できません。でもダメでしょ？なるほどね。まずこっから、スタートね。OK、やりましょう。あー、なるほど。レベルをクリアするごとにもらえる報酬なんだ。あー、これもらえるってこと？いくつまであんの、レベル。レベル、あるな。レベルいくつ？レベル50まであるんですね。とりあえずやりましょうかね、一回。挑戦。1。あ、行動力ない。厳しい。あ、出た出た。ここにね。あ、これで支援っていうのを使うんだ。オッケーオッケー。当てたらいいんでしょ。あ、ダメなの？
ああ、やっぱ行動力使うね、どっちに。出すの200。で、行動力使うってことか。なるほど。2部隊出す必要もなかったな、じゃあ。なるほどね。経験値。か。やっぱりじゃあ、どうだろう。自分が主催して、主催してやった方がいいかもしれないですね。あの、集結を。みんなに渡した方が。で、これもらえるってことでしょ。後で。ちょうどね、レベル30だったかな。レベル30ちょっとね、支援来てたんで出しました。ただ、自分ね、1万5000ぐらいしか、決まってるんですよね。上限が。自分だとこれが上限なんですね。ちょうどね、1万5000人ぐらい、はしたの兵しかなかったんで、それで自分出しましたね。どういう報酬が来るかちょっと楽しみっていうか、一緒なのかな？それだったらレベル弱いので、あの、支援行った方が楽ですよね。強いのより。さっき同盟チャット見てたら、なんかレベル28ぐらいからちょっときついみたいなこと書いてあったんで、強いのかもしれないですね。ちょっと楽しみっていうか、どんなか見てみたい。あ、これか。強いよ。多かった。ちょっと強かったんじゃない？これ経験値だ、もらえるね。あの、この集結をかけた主催の方がもらえる。で、こっちが自分か。あれ？あれだな。いいけど、レベル1とか2とかとあんま変わんないですね。1とか2でも5万もらえるしね。でもまあ、美味しいのは美味しいわ。あとは治療がどれぐらいかな。あ、少ない。レベル30でもこんなもんなんだ。自分は出したのはね、今1万5000ぐらいしか出してないから、兵。そうですね、1万5000。だから、あんま大したことないね。やっぱ集結いいね、みんなでかけると。楽ですね。前の動画からちょっと曜日またぎになってます。今日ね、また新しく幸運のルーレット、2月の4日ですね。始まってますね。それから、今日が2日目で、これは最強の総督。今日は野蛮人ですね。で、昨日かな？昨日じゃないや。前の動画で説明してたカルラックもまだ残ってるんで、これはね、レベル50まであるみたいですね。これもちょっとね、後でまた説明をしようと思います。あとこれもあるし、これ兵作るやつ。あ、ガーディアンちょっと倒せないですね。行くけどね、もう倒されてる。まずルーレットからしますかね。この量。もうね、課金はしない。まあ、よしとしましょう。これはね、テンプのスキル、テンプじゃないや、あの、スキルを上げるときに使うやつ。例えばこうやって、スキルを上げるじゃないか。これですね。この、これに変わったってことですね。これはね、今3部隊、個々に今用意してますね。今日の、最強の、これな、総督。これがね、野蛮人を撃破するやつなんで、あと今 82% 達成なんで、ここに準備して当てるだけですね、こうやって。で、指揮官が、ブーディカとロッハとエセルフレッド。これは全部討伐の指揮官ですね。テンプは、討伐の全部ココを取らせてます。消費行動力が10ポイント減少ってやつですね。スキルは上がり方が全部違うんで、ロッパーが一番経験値稼げますね。ちょっと終わったら、ここに出るんで報告書、ちょっと見てみますね。全く同じのレベル19の敵倒したんですけど、エセルフレッドと、まあ、義経ね、経験値がこうなってますけど、あ、これブーディカ、違うでしょ。全く同じ敵ですよ。で、ロッパーが一番高いと思いますね。でロッパーはもう3000。200ってエクスプローラーね、上げてるんですよ。一緒にセットにして。ほら、ここと、エセルフレッドとロッハで1000ぐらい違いますよね。よし、終わりました。2日目のやつ、野蛮人倒すの。もうね、自分はね、これランキング争ってないんで、これってね、今89なってますけど、100位までに入んないと何ももらえないんですよ。報酬ね、100位までなんですよ。これが例えば500位までとかまであるんだったら、もうちょっと頑張るんだけど、
総合も全部100位までなんで、自分はもう達成したら終わりですね。だから今出してる舞台全部撤収です。あ、それからカルラック。カルラックはね、挑戦したら、ちょっとやってみますかね、レベル9。これを今100使ったんですけど、で、この状態で3つ出てくるんですよね。攻撃と集結。これはもうすぐわかると思うんですよ。普通に攻撃。集結って同メインの方を。で、この支援っていうのは、このアイテム使うんですけど、これ使うんですよね。今10個あるんですけど、これは自分が無理な時ですね。他の同メインの方にこれを渡す時に、あれを使うと、今の、この支援っていうのを押すと、ここの画面の助けてくださいっていうところにね、乗るんですよ。自分がここ、今押したら自分が剣さんってここに。そしたら他の方がこれをやるってことになりません、ね。倒すっていうか。だから強い敵の時ですね。このね、強さのランクがあったと思うんで、強い敵と戦った時に、無理だったらお願いみたいな感じになるんだと思います。それと、なるべく集結した方がいいですね。もともと自分がこれを倒しても経験値しか入ってこないんですよね。それと、レベルによってもらえる報酬が変わってくるんですけど、これかな?今だったらこれもらえますみたいな感じで、ただ同メインの方にはね、いろんなものが行くんで、なるべくした方がいいけど、これね、なるべく行動力がある時がいいんで、もう一回しかできないじゃないですか。他の方もしかしたら自分が何回もすると思って近くまで寄せてたら嫌なんで、基本的に自分ね、チャットに書き込みしないから、これはもうこのままやっちゃいます。弱いんですよね。サブの方はね、兵4万ぐらいでレベル5のやつでギリでしたね。だからサブとかだったらきついですね。それからオシリス、いろいろ情報をいただいてるんで、次回また選ばれたらね、次回どうなるかわかんないんで、そもそも自分同盟の中でそんなに強くないんで、選ばれないかもしれないんで、選ばれたら、また検証しようかなと。前回、オシリスで右側にマップが出てたと思うんですけど、そのマップを、ドラッグっていうか、こう、直接選んでそこまで飛ばすことできますよ、みたいなね、こともいただいたりとかしてるんで、それはちょっとね、その時また検証しようかなと思います。これは、ほぼ前に使ってるやつですね。120円で、曹操の彫像が出るかもっていうね、宝箱がついてるやつ。これをね、ほぼ毎日、買ってますね。で、これ買うと、同メインの方にもね、ちょっとですけど、お裾分け。これが同メイン全員に行きます。一番、まあ、価値が低いやつですね。これがさっきの、120円で買ったやつの内容ですね。悪くないような気がする。ちなみにですね、ここら辺、これ。まあ、宝石もそうですけど、無課金でもね、手に入れれるんで、まあ、これはちょっと、5個とか無理かな?これがちょっと難しいですけど、曹操の彫像はね、戦役の遠征の、ここのショップっていう、このね、勲章ショップの中で、これ勲章なんだ。時々出てくる時があります、この中に。まあ、例えばこれリセットして、この中にね、出てくる時があるんで、それを出てきた時に買うかですね。でも、期待薄ですけど、ここは遠征ですね。前回ここかな、守るやつやったんですよね。この41からの分岐 ?40 か、41かの。で、こっちはね、攻めるやつなんですよ。相手の都市があって、ここをね、落とすやつですね。いけると思うけど。ちょっと舞台組んでやりますかね。これが残ってたと思う。50番ちょっとね、まだ、ちょっと無理なような気がする。城の中こんだけ入ってますね。39万か、結構いるね。外側はね、そうでもない。舞台組んでいきましょう。舞台は、あ、これは何の舞台なんだろうね。セットしてて、もう入れるだけなんで簡単ですよ。あ、上はね、オシリス用に作ったやつ。1番と2番と5番かな?オシリスで使うのは。5を、今回ですね、オベリスクで使ったんですよ。で、1番が、棺運ぶために使って、2番が、それを守るために、作りましたね。これだったような気がするけどね。中の兵はね、変えれるんで、これでいきましょう。これはティア4と3の混合。
こっちが槍と馬かな、槍と馬になってますね。それとこっちが弓、それとこっちが工場兵器。これでやってみましょう。ほぼ互角。ああなるほどね、もう直接突っ込んでんだ後ろに。これでしょ、止められないのかな、もうこれは。あ、兵が全然違うね。1101001000万、あれ76万。全然違うな、76万もあるよ。これ勝つんじゃない、減ってはいってるけど。復活するか、ここをね落とすんですよ。あ、これいけそうな雰囲気だね。相手の兵39万ぐらいあったけど78万ぐらいからなってましたからね。他が、あ、だ、あ、ロハがちょっと、あ、オッケー、意外といけた。運試ししましょうかね。これは120円で買ったやつ。こっちは遠征でもらえるやつですね。毎日今3個もらえますかね、このレジェンドの箱が。SL フレットの彫像が出るかもってやつ。で、こっちは曹操の彫像が出るかもってやつです。こっちは課金ですね。お！いきなり出た ?5 個。もう一回お願い。いやー、そう甘くない。いや、SL フレット、お願いします！ダメかー。いや、ダメっぽい。お、2個。オッケーオッケー。これはね、アイテムですね。レシピとかが出ますね。こんな感じ。いやー、やった。そうそう上げれそう、スキル。できたらこれ、自分間違ってるんですよね。これからゲーム始める方は、星のランクね、ちょっと今上げてるじゃないですか。4つになってますよね。これね、上げない方がいいですよ。最初のこのスキルを、できたら5までしといて上げていかないと、ランダムなんですよ。4分の1の確率なんで。あ、馬ね。まあまあまあ、いいよ、別に。うん。よくはないんですけどね。だから本当はもう1、2でしょ ?3、4だから、もうこうなってたんですよ、これ。ここになってたんだけどね。まあ、しょうがない。最後にガチャやりましょうかね。あのね、気がついてなかったここに提供割合っていうのがね、ありました。確率こうやってあったんだ。じゃあ、レジェンドとかね、すごくついてたんですね。結構出たけどな。初期の頃。こんな感じになってますね。いや、でもこうやってね、表示してくれるのはね、ありがたいね。まず銀から行きましょう。なるほど。ね。一回ずつしてみる。まとめてでいいと思うけどね。トルパ、もういらない。彫像が10個になって。これ何回か説明してますけど、これなんか交換のイベントあるみたいですね。80日以上だったかな。うちのサーバーだったらまだ30、今40何日かだと思うんで、まだ30何日後ぐらいになんか交換のやつが来るみたいですね。まとめてやろう。同じのが出たのは、これは彫像が10個。あとはここ、この個数の彫像ですね。で、これが本。経験値の本と、これが時短のアイテム、資源、これが星のレアリティを上げるやつ、レア、エリート、エピック。これが一番いいみたい。ちょっといいの出たことない、銀で。金もまとめて最初やってたんですけど、一個ずつのがいいような気がします。これは星のレアリティを上げるやつ。あ、これはレジェンドの星のレアリティ上げるやつですね。
トリキとアマネットソウル。彫像が10個になったエピック。あの、今のエピックね、最初のオシリスの戦役の時は相手の方使ってましたね。60に上げてた。強かった。出ないかな。エピックね、同じのが出たから10個ですね。やっぱ出ない？ああ、出た。ほら、クレオパトラ。ああ、でも、5個ね。そのもの自体は、でもまあね、確率はあの 0. 何で5個だったら大したもんよ。まだ持ってない状態だったら、彫像10個で召喚できますね。出なかったな、いいの。残念。お、指揮官。スキル上げれるやついるみたい。どれかな？エピックだろうな、さっきの。ここら辺か。そう、これもね、まあ上げちゃってるんですけど、まあエピックは比較的上げやすいんで、こっちが買っちゃった。ね。だからレジェンド全然上げてない状態だったら、エピックの5までした方が強くなったりしますからね。他上げれるのないかな？あ、これも？気がつかなかった。これ韓国でしょ。なんかね、韓国の強いよ、意外と。さっきのだ、バイバルス。これ、一番最初のオシリス戦った人、これを大将にして、副将がヘラーヨだったような気がするな。強かった。おお、これやばいな。強くなったな。今回はここまでにしたいと思います。次回また続きやっていきます。ご視聴ありがとうございました。